日本時間は夜の21時ですよね。ありがとうございます。コメント続々と。お久しぶりです。こんばんは。インスタライブはお久しぶりで。声って聞こえてますかね？聞こえておりますかね？こんばんは。続々とコメントたくさんありがとうございます。嬉しい、すごい、R 買いましたというコメントがたくさん。ありがとうございます。聞こえてます。イェーイ。はい、ということでですね、今、私は短期留学中でして、はい、こちらは、13時、お昼ですね。なので明るいです。日本はもう夜ですよね。今こちらは13時です。こんばんは、こんばんは。画像も音声も綺麗です。よかった。はい、ということで、ちょっと短期留学中に一度はインスタライブしたいなと思っていたので、皆さんとちょっとお話できたらなと思います。おいハンサムを見てくださった方もいらっしゃる。嬉しい。そう、私まだちょっと放送が見れてないんですけどね、なんかちょっとイギリスに興味があるなという方や、留学ってどんな感じなのかなと興味がある方や、はたまた興味がない方でもぜひコメントをお待ちしております。髪型かわいい。前髪セルフカットです。本当に物価が高すぎてセルフカットです。というか、やっぱり R 買いましたよというコメントがたくさん。今日 R 買いました。あって嬉しい。前髪切るの上手。本当ですか？なんか、ちょっとなんか、よく見るちょっとガタガタですけど、はい。イギリスの話もっと聞きたい。R 可愛かったです。嬉しい。そうなんです。R、そうなんです。今発売中の R、 6月号で初めての初 言ってない、初めての単独表紙をさせていただいています。今発売中です。見つけてくだされましたかね？この本誌はマネージャーさんが日本からイギリスに送ってくださり、無事着くかなとドキドキしていたんですが、無事到着して本誌を私は見れましたが、売っているところを見れないという本屋さんで、そこは見たかったので、皆さん見つけてください、本屋さんで、ぜひ。見つけて泣きました。嬉しい。そわちゃんの YouTube も見たよ。そうなんです。ちょっとだけ出演させていただいています。本誌初めて見た時の動画見て、号泣したよ。そう、この本誌が届いた日に、本誌とご対面の動画を撮ったんですけど、そちらも今投稿の方で上がっているので、ぜひ見ていただけたらなと思います。よく見たらすごい大切ね。本当ですよね。 自分でもすごい大切って思う。セレちゃんの嬉し涙見て買い足しました。嬉しい。
そう、なんかね、すごく嬉しいことに、ちょっとマネージャーさんからのプチ情報として、まあ本当にもしかしてソールドアウトも夢ではないかもしれないという話を聞いて、嬉しいと思っております。私、R さんから、R さんから嬉しい。そう、もうなんか、一つの本当に大きな目標だったので、単独表彰をやるという、それが叶って、で、もしかすると、ね、もしかすると、なくなるかもしれないっていうのは、なくなるというか、そういうね、ソールドアウトかもしれないっていう、この現状に、とてもとても嬉しさを感じておりますが、まだソールドアウトではないので、ぜひ本屋さんで見つけていただけたらなと思います。10冊買いました。ありがとうございます。完売期間、ほんまに大事に保管します。嬉しい。本屋さん3軒はしごしてなくて、いうかも頼みました。ありがとうございます。表紙ごめん、ありがとう。そう、今回の今月号のあるでは、そのカバーガールのインタビュー、もう本当に長いインタビュー、あれ何時間インタビューしていただいたんだろう。撮影とは別日でインタビューの日を作っていただいて、ものすごく語らせていただいて、そのロングインタビューとともに、あともう一つ企画で、今その短期留学してるんですけど、なんで短期留学をしようと思ったのかとか、あと初期費用というか、行く前どれぐらいお金がかかったかだとか、そうっていういろいろなお話をこの R さんの企画にてお話ししていますので、そちらもぜひ見ていただけたらなと思います。だからね、どういう暮らしをする予定なのかとか、そういうのも詳しくインタビューしていただいてます。ああ、セイラちゃん、推しコスメメイク可愛すぎた。そう、私の推しコスメだけを使っていただいたメイクページとかもあるので、そういうのも見ていただけたらなと思います。はい、そうですね、いっぱい見どころはあるので、ぜひ手に取っていただけたらなと思っています。はい、はい、そう、私のね、ボディケアの術とか、そういうのとかも載っております。どこに行ったらあるあるのかわからない。とか言って、セラちゃんが出てる雑誌は毎月チェックしているのですが、表紙は嬉しすぎました。ありがとうございます。髪伸びましたね。そうなんです。髪がめちゃめちゃ伸びました。そうなんです。全然切ってない。前髪はセルフカットしています。そう、髪の毛伸びたんだよな。日本帰って一番最初にやりたいことは美容院ですね。美容院で髪の毛染めて切る、前髪、髪の毛を切る、あとサウナに行く。R さん公式から R がもし見つからない場合は、ぜひお近くの書店にお問い合わせくださいということです。ぜひお願いします。元気そうで何より、めちゃめちゃ元気です。ああ、日本帰ったら何食べたいですか？日本帰ったら何食べたい？あ、焼き鳥ですね。もう、すぐ焼き鳥食べたい。ヘアメイクの川島さん、早くいろんな話、おは、言えてない。お話聞きたいよ。
めっちゃ話しましょう。いっぱいいろんな出来事がありました。勉強になることも大変なこともお話ししたい。ストーリーと投稿を見るの大好き。ありがとうございます。でもどうやってなんか自分が撮ったそのイギリスの様子とかを投稿すればいいのかちょっと今模索中ですね。ホルモンじゃないのか。そうですね、ホルモンも食べたい。帰ったらすぐ。でも焼き鳥かな、焼き鳥が食べたい。帰ったらすぐ。イギリスで食べた美味しかったもの、なんだろう。パン、パン、なんかデニッシュが美味しかったのと、なんだろう、うん、パンかな、パン美味しかった。あ、カメラ活躍してる。私その留学行くためにそのデジカメ、なんか結構3ヶ月先まで入荷がないみたいなデジカメを買ったんですけど、2回ぐらいしか使ってないです。もう本当にスリが怖くて、とにかくあまり持ち物を増やさないというのを頑張っています。フランスパンは食べてないですね。今日はリップはデコルテさんのこれ、こちらを使ってます。はいはい、ブラウンピブラウンんブラウンピングリップセラム使ってます。じゃあ載せてる写真ほとんど携帯で撮ってるの？はい、全部携帯で撮ってます。最近のは本当に画質が良くてびっくりです。はい。ああそう、海外の水とか気候とかで肌質変わらないですか？そう、私もこちらに来る前はもう肌荒れが大変なんじゃないかとか、髪も結構乾燥してバサバサになるんじゃないかと思ってたんですけど、一回も肌荒れしてません。ニキビとかもできないし、本当に吹き出物とかも一回もできてなくて、肌の調子がいいんですけど、それはまあいろいろちょっと対策はしてるんですけど、そのお風呂上がったすぐにこのアベンヌの、 あの化粧水ウォーターをしっかりしてから、あのキッチンペーパーとかティッシュ、タオルじゃなくてティッシュで拭くとか、そういうことをしてたりとか、保湿系のアイテムをたくさん持ってきたりとか、いろいろまあちょっとだけは気をつけてるんですけど、全く荒れないですね。すごい調子。私がいいです。思ったより声が低かった。そうなんです、低いんですよ。はい、あ、明日 R 買ってきます。嬉しい、ぜひ見つけていただけたらなと思います。肌にね合ってるかもしれないですね。確かに、あ、同い年、嬉しいって感じですかね。私のおー、毎日どうして過ごしてるか気になります。そうですね、
基本的には、語学学校があるので学校に通ってるんですけど、学校終わった後はもう本当に自分が気になるところに毎日のように出かけてますね。気になるミュージアムとか、あのミュージカルとか、本当になんて言うんだろう、古着屋さんとか可愛いカフェとか、とにかく動き回ってます毎日。あと公園によく行ってます。うん、なんかサンドイッチ買ったりとかパン買ったりとかで、あとカフェテイクアウトしてみんなで行ったりします。時差ボケは、でも私結構時差ボケ長くて、1週間はないけど、でも1週間ぐらいは時差ボケしてたんじゃないかっていうぐらい結構時差ボケてました時差ボケてました。お洋服コスメなどは現地で購入されましたか？そう、荷物を全然やっぱり持ってこれなくて、スーツケース1個で来たんですけど全然入らなくて、なんか食、服、スキンケア用品、どれかはなんか少なくしなきゃなと思って、それの優先度的に洋服を少なくしたんですよ。そしたらこっちで着る服が全然なくて、とにかく古着屋さんとかで可愛い洋服を探しまくって買いましたね。はい。あー、地方やヨーロッパ各国へ旅行行きましたか？そう、なんかこのイギリスに来る前から、オランダとベルギーだけは行こうってもう決めてて、そのオランダとベルギーは行ってきました。あとそうですね、先日パリのポレーヌさんのお店にお邪魔させていただいたんですが、そのきっかけもありパリにも行ってまいりました。なんか本当にこっち来る前は海外で一人行動するなんてもう信じられないっていうか、怖いしどういう風に動いたらいいか全然わからなかった、なんか想像もつかなかったんですけど、やっぱ来てみたら全然いけます全然バンバン一人でどこでも行ってます。いつかセイラちゃんの写真を撮らせていただくことが夢です。嬉しい、撮ってください撮ってくださいってか、私もご一緒したいです。あ、インスタライブ嬉しいよ、ありがとうございます。そうですね、海外で今でも治安が悪いのは致し方ない。うん、やっぱり私も5年前かな、パリに来た時に携帯を初日かなにすられてしまって、携帯なしの生活を生活という携帯なしの旅行をしたという経験があって、スリだけは本当に怖くてもうすごい気を使ってます。今はまだないです、何も取られてないです。ちゃんと斜め掛けバッグを毎日したりとか、あと携帯の紐をちゃんとかしてこう首からぶら下げるとか、そういうのを徹底的にしますね。スリ多いですよね。
そう、この、あ、R 買いました。ありがとうございます。ああ、日本に帰りたいって思う時ありますか？まあ、短期ということもあって、ないかな。短期というか、なんかもう決まってるというか、そう、帰国日とかも決まってるんで、全然。一回だけあったかな、ちょっと日本帰りたい波が。電車で寝れないっていうもんな、海外は。もう絶対寝ないです。もうめちゃめちゃバンバンに起きて、なんか盗まれないようにこうやってずっとキョロキョロしてます。そう、このイヤリングはあれ2ヶ月に1回なのかな、2ヶ月に1回開かれるヴィンテージのマーケットにソワちゃんと一緒に行って、というかソワちゃんが誘ってくれて、私そういうなんか調べるのがすごい苦手なんですけど、さすがソワちゃんはもう調べてて、行こうって言ってくださって一緒に行って、とにかく全部可愛くて、その古着、もうレースの生地感とか色合いとか柄とかディスプレイの仕方とか、もう全部可愛くて可愛くて可愛くて、それにお腹いっぱいになっちゃって、あれ何も買ってないと思って最後のお店で見つかったのがこのイヤリングで、そう、とっても可愛いイヤリングを見つけました。メイク海外風に変えたりしてますか？それはあんまないかもしれないです。いつも通りかもしれない。セイラちゃんに会えるイベント、そう、まだ何も決まっておりません。学校に行くときはそうですね、軽くメイクしていってますね。R 買いました。毎日見てニヤニヤしてます。嬉しい。あ、今セイラちゃんが出てた俺顔見てます。ありがとうございます。今こちらは13時半ぐらいですかね。友達できましたかっていうね、質問もありましたね。そうなんです。私、とても人見知りでして、はい。でもそういうちょっと人見知りな部分もちょっと改善したいなと思って、語学学校では友達を作るって決めて、投稿してるんですけど、いやもう最初の方はもう全然コミュニケーションも取れないし、結構へこたれてしまってしょんぼりだったんですけど、今は本当に本当に大切なお友達もできて楽しんでおります。 もうとにかくその話しかけないともうダメだと思って、全く本当に全然英語はできないんですけど、自分が分かるような英語でとにかく話しかけました。そう、それでその友達とノッティングヒルに行ったりだとか、公園でランチしたりだとか、友達のレコメンドのカフェに行ったりだとか、なんかやっぱり違う文化を知れるっていうのも楽しいですし、その会話の中で、はい、あとその国の流行っていることとかも聞けるのもすごい楽しいし、毎日勉強です。楽しいです。はい。ノッティングヒルといえばあの映画、そう、見ていきました。
髪結ぶときによくサラちゃんのところを見ても、おお、ありがとうございます。ああ、留学に来てる人の年齢層を知りたいです。多分学校によって全然違うかもしれないんですけど、私の通ってる学校は割と多分若い方が多い印象ですね。で、あんまり日本の方はいないですね。うん、学校の中で日本人は私が知る限り私含めて3人ぐらいしかいないかなぐらいの割合で、本当に日本人方は少ないです。私の学校はですけど。あ、留学前から英語の勉強、そうですね、英会話教室とかは行ったりとか、あとは中学校で習った英語をもう一回基礎から学び直すみたいな本が、すっごい分かりやすい本が売ってるんですけど、それで英語を少し勉強したんですけど、まあ、がっつり勉強してたわけではないかもですね。イギリス英語はまたリスニングだったり大変そう。そうなんです、もう本当に難しくてへこたれてます。難しくて学校の英語が、あっという間に30分経ちましたね。あー、本ね、本また投稿させていただきます。英語のね、本、でもなんかおにぎりとかそんなこと、そう、なんかランチ挟むんですけど、学校で授業して、ランチして授業してその日終わりみたいな、なんか何を持ってったらいいか分かんなくて、ランチタイムのそのお弁当的なの、おにぎり毎回持ってってますね。簡単だし。ああ、旦那様が10年前からファンです。仕事中で見られないそうなので代わりにコメント失礼します。ありがとうございます。あ、イギリスにいる間に行きたいところたくさん行けますように。そう、もうね、結構行きたいとこクリアしてしまったんですよね。かなり行動していて、そう、結構クリアしてて、もしなんかおすすめな場所があれば教えていただきたいです。イギリスはお米も高い、高い、もう全てが高いです。お米に限らず全てが。あー、良すぎました。セラちゃん大好きです。なんか嬉しいです、本当に。やっぱり R の表紙号を見てくださった方がたくさんいらっしゃるんだなというようなコメントをたくさん見つけて嬉しいです。あっという間に30分。本買いました。美術館たくさん行きました。書店でセイラちゃん表紙なのを見つけると嬉しい。
すごい、なんかたくさんコメントありがとうございます。まあ、ということで30分ぐらいかなと思っていたので、もうそろそろかなと思っておるんですがでももし何か質問がありましたら答えたいなと思うので、ぜひ今送っていただけたらなと思います。コメント私の下か上が毎回読まれちゃう。そう、本当に。あ、セラちゃんの雑誌買いました、ありがとうございます。あ、ずっとこっそり押してますけど、これこっそりじゃなくていいです、バンバン押してくださいいや嬉しいです、こっそり押していただいて。あ、留学行かれてる方もいらっしゃるんですかね。留学頑張りましょう。あ、ロンドン愛は載ってないです、見ただけ。本当に来て初日、あ、着いて次の日ぐらいにもう一人で電車乗って、ビッグベンとロンドン愛と、あの名前も飛ばしたけど宮殿といろいろバーって歩いて回りました。もうこっちでもう毎日2万歩ぐらい歩いてますね。あ、オックスフォードは行きました、夢の世界でした。もうなんかずっとテーマパークにいるような感覚で刺激しかなかったです。またその写真も載せたいなと思います。そう、なんかいろいろなんかどういうコスメを持ってきたとか、どういうスキンケア持ってきたとか、そういうお話ししたいなと思ってたんですけど、あっという間でした、時間が。街並みとても素敵です。そうですね、アーカイブは少しの間載せれたらなと思ってるので、この後投稿したいなと思ってます。とりあえず元気そうでよかった元気です、めっちゃ元気です。途中一回風邪ひいたりとかしたんですけど、あと謎に一日中頭が痛いのと、気持ち悪さ、吐き気というんですかっていう日とかがあって、怖くなったんですけど、やっぱ海外で一人で体調崩すって初めてだったんで怖かったんですけど、まあ、なんとかなりますね。はい、なんとかなります。もう今はないです。一回も風邪もひかないし、その謎の体調悪いっていうのもないんで。あ、セラちゃん改めて表紙おめでとうございました。本大切にします。ありがとうございます。でもまだ販売してますので、終わってないので。なんとかなる、さすがです。なんとかなりますよね。なんとかなります。さらちゃんが楽しんでるのを見て海外留学いいなって思ったいや、私も本当に決めるまではちょっとだけ勇気がいる決断だったんですけど、本当に来てよかったと思います。
いい留学になるよう日本から応援してます。ありがとうございます。セルちゃん見て元気になりました。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、自分で勝手にコメントを読んで返事をしてる声がだだ漏れてしまいました。ということで今日は、はい、ここら辺で終わろうかなと思っています。あ、明日もさ、あれ買ってくるわ。優しい。ありがとうございます。嬉しい。はい、もしね、なんか、見つけたとか、ある見つけたとか、買ったよ、ゲットしたよ、という方は、ぜひ、なんか、なんて言うんだろう。メッセージとか、ストーリーとか、寄せていただけたら、あ、買ってくださったんだっていうのも、私も分かってすごく嬉しくなるので、ぜひぜひ、本当に、ご報告などもお待ちしております。ヘアカットは自分でしてて、前髪はカラーだけ一回しました。また日本帰ったらとかインスタライブしたいです。あ、完売してて、やっと見つけて購入できました。嬉しい。そう、なんかもし、見つけられなかった場合はお近くの本屋さんで問い合わせいただけたらなと思います。楽しんでね。ありがとうございます。いつも待ってるよ。ありがとうございます。ということで皆さん見ていただきありがとうございました。またすぐにインスタライブしたいと思います。はい。お話できてとても嬉しかったです。楽しんでいただけたかな？いただけましたか？ということで、またね。皆さんありがとうございます。では、切ります。